白い巨頭、白い巨頭、白い巨頭は、1978年6月から1979年1月にかけて、フジテレビ系列で放送された、テレビドラマである。主演は、富谷二郎。山崎豊子の小説、白い巨頭の三度目の映像化作品。その後リメイク版として、フジテレビ系列で連続ドラマが一作品、テレビ朝日系列で、 スペシャルドラマが2作品制作れた。1990年版、2019年版。当時スキャンダル、借金、総局性障害など、詳細は、タミヤ二郎の項目を、参照が物議を醸していた、タミヤ二郎、財前五郎役の代表作かつ、遺作、作品放映中に、自殺となった。 1978年6月3日から1979年1月6日、全31回、毎週土曜日夜時より1時間枠、土曜劇場で放送された。8月26日は放送なし。本編総時間は約24時間。1979年1月20日には、総集編も放送された。原作小説は、白い巨塔と、俗。 白い巨頭から構成されており、それまで映像化されたものは、白い巨頭までであったものが、当作品で初めて、続、白い巨頭までの完全映像化がなされた現在、原作の新調文庫版は、正編、続編を合わせて、白い巨頭を前後巻として発売中。タミヤ二郎は、1966年の映画、白い巨頭と1965年のラジオドラマ、 白い巨頭をでも財前五郎役で主演していた。特に映画版は内外で多くの賞を総なめにした歴史的名作である。第1話の視聴率は18.6%であった。その後は口述参照。この作品は主演のタミヤ二郎がドラマ化を強く予防し制作されたものであった。彼が映画版で財前五郎を演じた後に続編が書かれ、タミヤは 続編の結末までを演じたいと絶望していた。以前にも、タミヤは二度にわたって、テレビ局にドラマ化を提案していたが、初般の事情で実現していなかった。また、映画で主演した当時は31歳だった。タミヤも、この時は43歳。原作の財前の年齢設定、42歳と、ほぼ同時期になったこともあって、改めて、財前を演じたいという思いが強かった。 以上のような背景もあってのタミヤの要望と、原作者の山崎豊子をはじめとする周囲の協力もあって三度目の映像化が実現した。脚本家の鈴木直之、原作の山崎豊子そしてタミヤとの話し合いのもとに、原作に極力忠実でありつつ、登場人物の性格を深く掘り下げた脚本が練られた。脇を固める俳優陣も当時の早々たる顔ぶれが揃った。 また、あずまさいと、花森恵子の役割が原作よりも大きくなった。プロデューサーの小林俊一によると、タミヤは本作でメスを持つ手にリアリティを持たせるため、カエルの解剖を幾度となく繰り返していたという。このドラマにおける手術シーンのほとんどは、医師及び患者の許可を取って撮影された、実際の映像である。クレジットタイトルには出てこないが、ロケは、 神奈川県伊勢原市の東海大学病院で行われ、タミヤが同病院と懇意にしていたことから実現したものである。何わ大学医学部本館は、杉並区高井戸の社会福祉法人翼風、海病院本館の外観を撮影して当てた。なお、撮影は当時の富士テレビ、川田町本社及びその周辺でも多く行われており、近畿岸センターの建物は、 当時の富士テレビ本社スタジオ胸の正面玄関、何わ医師会会館の建物は2009年まで実在した富士テレビ第一別館の正面玄関に看板をつけて撮影された。1978年3月26日から撮影開始。最初の撮影は第一外科教授室で伊分文部がん患者佐々木陽平への薬の投与をめぐって財前と里見が 論争するシーン。第13話であったが、タミヤは、総鬱病、総極性障害を患っていたこともあり以上に、テンションが高かったため、このままでは、後が大変になると、危機感を抱いた、里見役の山本学が撮影を中断すると、タミヤは激怒してっとの裏側に隠れてしまい、山本学がタミヤに何度も謝罪して、ようやく撮影が再開されたという。 このように撮影に情熱を傾けたかと思いきや、ウラン、一説には石油だとも言われているの再建を取得したと主張して、突如トンガへと一週間出かけ、あわや撮影中止になりかけることもあった。第十八話まで撮影したところで撮影は一ヶ月の休暇に入り、タミヤは七月二十九日にロンドンへ旅行に出発。戻ってこないのではないかという周囲の心配をよそに九月八日に、 帰国した。9月17日から、後半の裁判編の収録が始まったが、テンションが高かった旅行前とは一転して、鬱状態に陥り、タミヤは泣き崩れて、ばかりでセリフが頭に入らなくなっていた。妻やスタッフが必死に彼を励まし続け、共演者の協力もあって、撮影は11月15日に無事終了。最終話。 ラストシーンの財前五郎の死のシーンに際して、タミヤは三日間絶食して、すっかり眼患者になりきり、財前の遺書も自らが書き、それを台本に加えさせた。全身に白布をかけられ、ストレッチャーで運ばれる、財前の遺体は、自ら希望してタミヤ自身が演じている。収録後には、うまく死ねたと、ラストシーンを持参したという。その時に流れた BGM は、モーツァルト作曲、 レクイエム、涙のひらくりもさ。途中で遺族が立ち止まり、解剖病棟までついていかないのは、実際のモーツァルトの葬儀をヒントにしたものである。撮影終了後のタミヤはすっかり虚脱状態になり、財前五郎の後に、どんな役を演じたらいいかわからないとプロデューサーの小林俊一に漏らすようになっていたという。そして、百七十八年十二月十八日に、 タミヤは、両銃自殺した。このことに、世間は衝撃を受け、この時点で、ドラマの未放映会が2回分残っていたが、それまでは12から13%程度だった。視聴率が12月30日の最終時か前回で、急上昇し26.3%を記録し、最終回は31.4%まで大幅にアップした。 番組関係者は自殺という悲劇が視聴率を上げたことで視聴者に対して憤慨するコメントをしたとされている。本放送では、勘と表記された後に、タミヤ二郎さんのご冥福をお祈りいたしますとテロップが挿入された。このように、そう意点こそ存在するものの原作の前編を映像化した作品としては後に、制作された1 9九十年版、二千三年版、 2019年版と比べれば、最も原作に忠実な作品である。1966年映画版、1967年版ドラマ、1990年版ドラマ、2003年版ドラマ。本放送後の再放送は、富士テレビで3回、テレビ東京で1回あったが、年月を経てそれもなくなっていたところ、2001年に、全話収録のビデオ全11巻。 2002年には DVD 全9巻が発売されさらに予告編も無前話が完全収録された DVD ボックスが発売され現在はレンタル版もリリースされている2003年には同じ富士テレビにて唐沢敏明主演で再ドラマ化され高視聴率を上げたこともあってタミヤ版が改めて注目されるようになり2003年10月には石川テレビ 2話連続放送が2004年8月16日から8月22日には全31話を合計13時間に再編集した特別版が富士テレビ関東地区仙台放送4時テレビドラマは区内で放送されまた2005年1月1日から1月3日に再び富士テレビ721で全話連続放送 放送時間は1日14時22時30分、2日14時22時30分、3日14時23時されたこともあって再び見直された。また放送ライブラリーでは第1話を閲覧することができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。